東沖明は、室町から戦国時代にかけての武将。大内鹿神。通称は五郎。東浩守の次男。兄に、武守。弟に、共謀。竜豊寺にある、東沖明供養のための宝鏡院と。文明九年共鳴は、東浩守の次男として生まれた。母は、岩見黒人アス田県、行の娘。共鳴が6歳の頃。 文明14年5月に父、広志守が山口の月山間で岩見国人、吉見信頼に殺害される。父の後は兄の竹守が継いだ。兄、竹守は遠徳2年10月に当主の本拠地である相国津野郡と大保の神社へ所領をあてがうなど当主として活動していた。しかし、その2年後の遠徳4年7月、 武ケモルは、摂津国天皇寺において、出家遁生してしまう。これにより、共鳴が家督を相続することとなった。共鳴が新党首として活動していたことは、当時の資料で確認できる。岩見国人増田氏との恩心をはじめ、ス王国との交り据えた家ホの日表寺の寺寮安土、ス国津の群戸田保別所にあった、万願寺の十字職と寺寮の安土など、 共鳴の発給文書が残されている。明王4年2月13日、諏王国府伝の館において、共鳴は兄、竹守によって討ち取られた。共鳴の母の増田氏が会期となった、竜豊氏の過去町には、春保高秀大前城門明王4年2月13日生、年19歳とある。春保高秀は、 共鳴の法名と推定されるので、共鳴の去年は19歳であったことがわかる。共鳴を打った竹守のその後については、高野山に没落したとも、姫山で討ち死にしたとも伝えられる。少なくとも、大内氏は、事件直後から竹守の追悼に動いており、大内義雄は名王4年2月23日付で、秋国人阿蘇沼,沼氏に、 秋国の未踏周辺での竹守る捜索を命じている。共鳴の後は、広志森光雄の凶暴が継いだ。ありがとうございます。